や、ついに上野動物園ということで、僕人生初ですよ。僕も多分そうですね。どうですか今一応現在地はここみたいなんで、はいはいはい、今ここから入ってたんですよ、はい、今一応ここ出るとも帰れる状態です今これで終わりますまあだから見れるとこといえば日本の鳥居1位だけかそうでもあの、はい、さんどこみたいですか今日せっかく来たんでまあ、やっぱでもこれやっぱこのタイ料理屋サーラータイっていうところ行きたいタイ料理屋なんですかタイ料理屋ですタイパビリオンサーラータイこれ、これやばい。空気椅子。空気椅子スポットです。何をしてるんですか。あとこのドリンクの大きさえげつないですよ。これ実際見ると。あとこれは団子三兄弟です。これやっぱ猿じゃないですか。猿。日本猿ゾーンあたりなんか。ここら辺だね。ここら辺だけ見ればいいかな。あとは。あ、まあ、どこでもいいから。エミューだ、エミュー。エミューすごいらしいです。すごいらしい。はい、その感じで、行ってみます。まず、ゾウの巣森に来たわけですけど。メッセージ。メッセージ。まあ、ここら辺かな、ここら辺が森なんですかね。あ、森だわ。この中に一応ゾウがいるんでしょう、ね、一応これちょっと見るとですね、ゾウが8頭いて、8頭いますけど、おそらくこの人たちは死んだゾウですよね。まあ、このマスコットになってるだけです。一般的に本当のゾウみたいなのもいると思って、向こうが見てもらうと、ちょっと残したらいいですか。まあ、皆さん近くで見たい場合はちゃんと行ってください。PR なんでそんなもんですか。以上ですよ。今ですね、ついに名物とゴリラと虎の森に行きましたね。こちらにゴリラがいるんです。このボタンを押すとですね、あのゴリラが吠えるということで、押しましょうか。いや、ここですね。ここが虎がいると言われている場所。で、この格好がね、虫っぽいですよね、ちょっと。虫っぽいですか。ちょっとこれは虎ではないです。そうです。よろしく。イエイ。ガーデン。ここに水が溜まってます。ここに水が溜まりますね。ここはじゃあゴリラトラの VTR どうぞ。